去年新商品多めだからニューギア多めよ、また、うん、いつも多いね。エントリーナンバー2番うせえな、こいつ。こちら次、エントリーナンバー3番私も、新しい椅子に、はい、ちょっと話したんだよね。ね、ちょっと待って、そうエントリーナンバー4番。おい、何よ何よ、最近多い多いって言ったら、少なくされるから。すごいいっぱいいるやん、ね、まだいる？逃げてくのかな、張り詰めた夢の。めっちゃいるやん、しかも親子で、ね、すごい見てくるやん、うん、小鹿でしょ。逃げてった。新商品、去年新商品多めだから、ニューギア多めよ、また、いつも多いね。あんたがボン買うからでしょ。あ、これは違った。ウテビット。あ、そうなの。わかんない。ユーテビット、なんかわかんないけど、焚き火台のスパッタシートになります。はい、これね、円なんだよね。ほら。しかもでかいのよ、めちゃくちゃ。そうね。これさ、いいよね。いいわ。この大きさたまんないよ。ね、本日はこちらで。こちらケータンズキャンプさんに教えていただきました。そう、そうよ。そして今日は、焚き火台も丸いから、こちらのベルクロとの円でいきます。はい、円だね。え？円だね。あ、そう。見立てれるかな。こちら焚き火台さん、インスタで穴すごいすぐ開くんですけど、逆になんで穴開くのか教えてほしいって言ってさ。あ、そうなの？なんでうち穴開いてたんだろうね。え、なんでだろうね。焚き火する回数多いからじゃない。そういうこと。そんなことはねえと思う。で、なんかおすすめの焚き火シート教えてくださいと聞きました、うん、そうしたところ、うん、ものすごい方がいました。何？1万円札って書いてる人いた。おう、うちにちょうどいいね。だから多いやってみろって言ったら、すいません冗談ですずいぶん攻撃的なコメントするねやめてもらっていいですか、そういうの。すいません。ちゃんとニコちゃんマークつけてたよ、確か。本当か？うん。エントリーナンバー2番。うるせえな、こいつ。こいつ。こちらついに手に入れました。私のカーミッツ。どう？ね。ね、聞いてる？ね。ふぜえ。こちらを購入いたしました。ついに。見て、この緑も可愛いっしょ。もういいんじゃない？ね、私緑好きだからさ、うん、いいじゃないの。いいね。で、皮をやすがプレゼントしてるんでしょ。死ねってば。なんでよ。もう10万すんだぞ、この。いいじゃん。ふざけんな、自分でやる。は
なんで自分だけそれで自分でやればいい、ね、そういうのサプライズでしてくれてもいいし、じゃあ鮭の皮にしてやる、すぐ破れる。いや、あの体重的に多分ね皮だと無理だと思う。おい、うん、大丈夫、言ってたもん無理っすね。おい、あれよ、表出ろ、うん、大丈夫、痩せるから、これから。3年前から言ってます。おい、いや、すいません、小学校の頃から言ってます。口だけってことね。はい、はい、ということでこちらですね、ニュース。カーミット、カーミット、いいね、私もこれで快適なおしゃれな椅子を、いいじゃない。で、次は次は俺の椅子だ。そうね、あんたこれ以上椅子何やんのって話だけど、うん、はい、で次、エントリーナンバー3番。3番、うん、あれ1番何、1番焚き火シート。あ、そっか。私も新しい椅子を手に入れました、うん、やっとね、こんないい椅子あるの、うん、ほんとよ、とんでもねえものだ。ダダーン、いや、とんでもねえわ。ダダーン、ハンティングチェア、とんでもねえわ。ハンティングチェア、あ、それハンティングチェアっていうの。そう、ちなみに足は、はい、What do you want さん、はい、イベントでね、ね、イベントで手に入れたのよね。そう、もう見た瞬間、すみません買いますっつってね。でさ、俺調理するときにさ、高さのある椅子が欲しくて、うん、ずっと探したんだよね。ね、で、ちょうどあったからさ、そう、即買いました。うん、もう全てにキームレーザーって入ってますね。キームレーザー見えるようにね。うん、ね、いいね。すごくね、これ。うん。俺今回のこの色めちゃくちゃ好きでさ。うん。いいね。微妙に確かに違うね。そう。いい色。いいね。かっこいいね。うん、で、今度ね、これからあの寒い時期になってくると、オムニバーナーとかさ、うん、ソロストーブとかさ、いつもフライパン振るときに、こっちの椅子だとさ、こう、高さが高いから、こういう風になる。うん。肘がね。うん。すごい調理しづらいから。これぐらいの高さがあると、要はこのね、ちょっと下向きな感じで鍋が振れる。なるほどね、よかったね。うん、はい、お金のかかる男たい。次はないよ、次も。エントリーナンバー4番。ないって。4番なかったっけ。ないって。そっか。うん。エントリーナンバー4番。おい、何よ。エントリーナンバー、やめろよ、お前ランタン出してくんなよ。4番、おい、バイアルジ、もううるさい、待って、ニューフェイスじゃねえべや、ニューフェイスじゃねえじゃん。いいよね、やっぱり、うん、もう早く終わらして飲もうぜ。エントリーナンバー何よ、4番、4番終わったって。4番間違えた、あ、そっか、いいってもう、分かったって。おい、ちょっと待って。おい、痛いってもう、分かったって。バイアラジ、おい、ちょっと待って。分かったって。バイアラジ、おい、ちょっと待って。おい、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 痛い、痛い、きつかったの、痛いって、いつ、ちょっと痛いね、いつだったんだよ、ね、痛いって、なにこれ、え、これ今日だ、今日、あ、今日だ、今日、今日だよ、なにこれ、今日だよ、なに、なに、なに、バイアラジー、返してこい、ファーストタイムに、早く返してこい、いや、ファーストタイムじゃなくない、どこよ、痛い、マジ痛い、なにこれ、え、やらんたんだ、お前、はは、うん、え、なに、買ったの、いや、届いた、なによ、なによ、これこれよくね、あ、聞いてね、ちょっと待って、うん、おい、ちょっと待って、お前またこれもさ、うん、軍用に支給されたやつだね。そう、よく詳しくなったね。だって ここにさ、詳しくなったな、ここにこのマークついてるもん。おー、詳しくなったじゃん。だよこれ。え、なになに、どうしたの、これはどうしたの、経緯を説明しなさい、ちゃんと。これ、うん、
これはなんかうちランタンもいっぱいあるじゃん。勝手に届いてる。何いいって。ランタンいっぱいあるでしょ。何何も何。お前同じような化粧品いっぱいあるの。その話は全然価格帯が違うじゃん。いや価格の問題じゃない。いやそれはなんか時によって色を変えたよか。うん、そうなの。おい。ランタン。何何それネットで買ったの。ネットでポチってしたら家に届いた。いやそれ買ったんだってすごい、うん、今日だよ。いらないしょ別に。今日だよ。何のために買ったの。うるせえな。俺が欲しいと思ったから買ったの。うるせえって。うるせえって。何を言う。俺さエントリーナンバー4番じゃねえんだって。おいエントリー以外だっちゅうの。俺さこっちのランタンがさ、うん、1949年そしてこの AM ってあるでしょ、うん、これ AM っていうのがねエアーなんとかって言って要は空軍に支給されてたものなんだよ。でこっちが1961年製、うん、そしてこっちがさ、うん、WO って書いてるでしょ、うん、これがね確か陸軍に支給されたやつなんだよね。でその中のここに 21C っていう書いてるのが、うん、なんかコマンド部隊か特殊部隊系なんじゃないかっていう俺が調べた感じでいくと、うんうん、兄弟だと思ってた。違ったぜ。また同じの顔ないと思う。おい。おい。しょうがね、片付くか。こうないよね。エントリーナンバー5ないよね。はい、乾杯。はい。お疲れ。うまい。冷えてる。うん。でもなんかさ、久しぶりにいい感じの多い出て。結構いい声出したと思う。いやもうマジでビビりすぎたんじゃない。想像おい受けてる、ね、響き渡ってよね。端っこ良かったわ。今日はですねリベンジの美冬キャンプ場に来たんですけどもまた天気が悪いってですね、うん、そうよ。なんとも切ない状況でございました。いやもうやりきったかったっすね。いやいやそんなことない。まだ転倒するかもわかんない。そうだよね、うん。なんか店でも開くのかよ。いやまだそれじゃ足りない。安タイムファクトリー開くの。俺の持ってるやつ全部売る。そう安タイムファクトリーやるの。いやそこそこ売れると思う。小樽ギアショップ1個しかないからね。パスタイムの姉妹店、うん、安タイムファクトリー。安タイムファクトリー怒られるって。しかもさギアかと思いきや中華屋。チャーハンとか怒られるよ、うんうん、またケイさんと仲良さに多いって。お昼ご飯、はい、うるさいってね。今日はインスタントラーメンです。スーラータンメン。まず着火します。はい、その間に野菜を切ります。はい、野菜を切ります。あ、はい、スーラータンメンで酸っぱいの。スーラータンメン酸味ね。酸味とラー油の辛み、酸味と辛みのタンっていうのがタンメンっていうのが野菜ラーメン、うん、酸味と辛みの野菜ラーメン。なるほどね。スーラータン。なるほど。お肉ピックミート。豚肉ってポークじゃない。あ、そうだった。ピックミートって何。サオリ肉。おい。はい、ライドトライ。我が家愛用の、うん、まるちゃん塩ラーメン。まるちゃん甘くにきついどん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 怒られるよ、ロイヤさん。怒られる。似てないから。似てないから、やり直しって思う。おい、こら似てない、はい、こらだし。はい、こら似てないし、間違ってるし。麺をライドトライ。はい、野菜野菜、もやしと白菜をタイムライド。逆か。麺がほぐれましたら、すっ。本来ね、これ、火止めて入れるんだけどね、うん、ちょっと、火を止めないでやるから。はい。ここにね、ちょっとだけ醤油入れようかな。黒酢。そして、こちらにちょっとした隠し味で、うっしゃ、おっぱい。これね、癖強いからちょっとね。で、ストレッチ。よし、そして、とろみつけまーす。ライドタイム。あ、すごい匂いする。酸っぱい匂いが。卵投入です。美味しそうだね。
すごい酸っぱい匂いする、うん、酸っぱい。はい、完成。はい、少ないって、うん、ねえ、なんで最近多いって思う。いや、多いって言ったら多い、ね、いや、違う、なんで多いって言ったら、うん、少なくされるから。分かり始めた。うん、ラー油うまそう。最後にお知らせします。うわ、うまそう。わ、いい匂いする。完成。すごい、見てとろーり100点。いや、120点。嘘つけてない。うまい。あ、そう。カレーな、おい。うん、いや、いいよ、酸っぱい。おう、うまい。スーラータンメンだ。うん、めっちゃうまいよ。いいね。何点？70点。なんでやろ。うん、もっと本格的に作れるの。あ、そう。これ簡単だね。うん、体温まる。シンさん、嫉妬すんなよ。このチャンネル見てるからね。大丈夫？出番ないよって言うと。大丈夫。巻き割りをしていたところ、斧がここに当たりました。バーカ。おの。危ないじゃん。皆さん気をつけてくださいよ、巻き割りは。切れてないの？切れてないですよ。これ切れちゃったりするもん。切れてないですよ。危ない、気をつけろ。切れてないです。お乳の靴下。あ、そうだ。5番バッター、ジムマスター。おじさん、ずしたかわいいよね。いや、これも切れなくてよかった、うん、気をつけなさい、うん、はい。なんか変な鳥いる。キモ。え、キモ。ルルルル、早っ。石精霊変わるじゃん。安精霊、早っ。おい、何作ってんの。スープを炊いてる。ラーメン、ラーメン。いや、ラーメンだったね。今日寒いんだけど。いいですね。鍋です。もう北海道はね、お盆過ぎたら鍋の季節。まあね、寒いからね。本日勝手に登場したこちら、バイアルジサンマルコ、ね、ブロードアロン、ね、作ろうかね。知らん。行ってみよう。行くぞ。ちょっと、うん、キモい。簡単は僕のロマン。みんなが無駄に服多く買うんですよ。何さ、ダメなの。ちょっとダメだ。ダメ。ダメでしょ。いや、相談してくれたらいいし。関係ないと。なんだ。うん。縮まった。いいね。やっぱりこっちの明るいでしょ。うん。うん、右が先輩、左が後輩。左の方が明るいわ。うん、今のところはね。うん、ヤス笑って。ヤス一番暗いわ。ヤス一番暗い。
あ、今一番明るいわ。ろうそく200本分ぐらい。ね、まあまあ、夜ご飯支度しますか。オープン。あいやー。なんか油浮いてるの。テイスティングしてみる。どうよ。眉。ちょっとあのね、鍋にすんのもったいないもん。鍋にする。いいって。昼食った。昼食った？まずじゃあ、甘みよくしてみりん入れて。ねえ、そのサイズで持ってくのやばいよ。結構濃厚よ。ほんと。これに、塩。固まってない？これで一回火を入れて、火をするよ。うん。どうした？めちゃくちゃうまいんだ。やばい。もう変に味付けしない。これで、あと鶏の旨味と野菜の旨味で煮込んだ。ちょっとしょうがないんじゃない。あー、いいね。野菜切ろ。野菜切ろ。じゃあ私は盛り付け担当で。はい。このサリは何だろう。めんどくさいから、ニンニンとゴボウは。また、これはね、2人で食う量だね。明日の朝、スープとして。ああ、明日の朝、ああ、そっか、明日の朝は明日の朝で楽しみのあれがあるから。教えませんよ。雑炊したいんだよ。雑炊ね、いやもう最悪。明日の朝雑炊になるかもしれない。うん、でも、もやしも取ったところで。いいよ、全部入れちゃいます。マイドンタイム。マイドンタイム。すごい量。しいたけやめよ。ゆっくり食べよ。俺らゆっくりって食えないんだよね、絶対。しいたけやめよ。マイドンタイムの儀に移ります。はい。ライドンタイム。うわ、こぼした、こぼした、こぼした。めっちゃこぼした。うわ、最悪。もったいなぁ。そっちかい。しばしお待ちを。いってらっしゃい。うん、やばいよ、これ。うわぁ。鶏肉さんが、いい湯気。おい、なんでキノコだけよ。はい、それでは、いただきます。はい、どうぞ。うまいでしょ、絶対。鶏の旨味をふんだんに吸った揚げ。うまいし、旨味が口の中に噛んだ瞬間、ジュワー。あー、うまそう、うまそう。お揚げのスポンジや。それ私が言う方でしょ。う、ね、最高。うまいわけですよ、うん、とてつもなくうまいわけですよ。やっぱ鍋だね、うん、鍋だ、ね、ペッパー、あ、なるほどね、うん、入れようと思ったんだけど、うん、あまりにも味決まって美味しすぎたから、うん、ノーペッパーにしてみたらね。ペッパー入れるとまた締まって美味しいと思うんだよね。熱い、絶対熱い、絶対熱い。うん、どっちもうまい。うん、うん、違う、スパイシーが。おー、ちょっと私食わせろってバカね。では、うん、いただきます。まず汁からいこうかな。なにこれ。いや、鍋だよ。うまお、私の希望通りの優しさ。あ、そう。うん、うまっ。よかったじゃない。うん、うん、うまい。うまみがすごい。私の嫌いなしいたけ。うん、うん、うまっ。こんな嫌いなの。
気持ち悪いもんね。ひだひだ、うん、ひだひだしてないキノコだったらいいの、マイタケとか。してるよ。してないって。してるって。キクラゲだ。あ、キクラゲだからキノコじゃないかね。キノコだ。何回も言ってんの、バカだよ。笑われるよ、そんなことばっかり言ってきた。あのね、このチャンネルで大半あんたの方がやばい。いや、みんなそう思ってないと思う。どうだって。ほんと。どっちがバカだと思うって聞いたら、多分サオリって言う。怖い。いや、多いじゃなくてしょうがないでしょ。俺はだって、情報的な知識を与えてる。ちゃんと。何、私があたかも知識ないみたいなね。何でしょ、さっきからバカみたいなこと言ってるでしょ。うん。キクラゲは、キノコじゃないって。これはなんていう鍋になるんだろう。鶏炒め。鶏パン鍋だね。うん、だって消えなかったもん、鶏。お。あれは。バカだれも。鼻水吹き出したって。鶏ガラって普通にスーパーに売ってるんでしょ。売ってるって。鶏ガラも豚骨も大体売ってる。俺さ、よく行くスーパーでさ、うん、粗挽きのひき肉が好きすぎてさ、なかったら店員さんに頼むんだよね、よくのバックヤードに、うん。たまたま毎回毎回頼むたんびにさ、ちょっとあるお兄さんでさ、うん、なんか俺の顔見るたびに、今日ありますね。覚えた。粗挽きのお兄さんみたいになってさ、おじさんか。覚えた。うん。あの、言ってくれたらいつでもすぐ作るって言ってください。いやでもね、あのね、粗挽きがうまいんだよね。そう。意外と売ってないんだよ、あれ。売ってない。粗挽きのひき肉はね、やっぱりね、いいよ。俺大体ね、何作るでも粗挽きだもんね、うん、ここに。前に、ほら、ハンバーグ。うん。あん時も。そうだ。あん時はあれだね、普通のひき肉と粗挽き混ぜて。そうそう。うん。俺絶対合い挽き使わないんだよ。うん。そうだ。合い挽きじゃない、豚の。牛ちょっと臭みあるからね。うん、俺豚が好きなんだよ。違った。違う。お前自分で豚って認めてどうするんだよ。普段豚豚言ってんじゃん。何やねん。ねえ。なんと、今、視聴者さんに、こちら、クラシック。しかも春。いただきました。ありがとうございます。これヤス好きなやつじゃん。そう、ね、間違ってヤスのやつ持ってた。いただきまーす。うん、美味しい。あー、久しぶりに飲んだな。ね、濃厚でフルーティー。うん、ほんとフルーティーなんじゃない。これ多分毎回言ってたと思うけど。いや、うまいよね。寝っかな。早く起きてっからね。うん、だって何時に起きた？約3時半ぐらいから起きてない。そりゃ眠いよね。もう寝てる人いたの。いや、眠くはないけど。もう寝てる人いたの。ほんと？いや、今日はなんかゆっくり焚き火して寝る感じだな。うん、なんか久しぶりにゆっくりキャンプしたね。いや、私がね、18歳の時ですよ。あれは廃墟だったな。みんなでそーっと入ってて。はい、おやすみなさい。急すぎてね。全然どういう状況かもわからない、うん、何その、うん、起承転結のケツの部分だけ言ってなんだそれ。明日は天気悪いし、うん、カヌーも乗れないし、うん、ゆっくり寝ます。そうやな、うん、しかもただいま8時半ぐらいです。もう眠たいんでしょ。寝るよ。いや、もう寝よ、うんうん、じゃあ、では皆さん次回の動画もお楽しみに。バイバイ。 See you。おい、LED だったの。